ウィーンシャホン、第2巻第6組曲より、ヨハン・ヤー・コップ・フローベルガーは、ドイツ人の初期バロック音楽の作曲家、フレスコ・バルディ門下の鍵盤楽器演奏の達人、ヨハン・ゼバスティアン・バッハに先行する重要な鍵盤曲、作曲家の一人とされる。1616 16年、シュトットガルトに生まれたフローベルガーは、音楽の手ほどきを父親から受けたと考えられている。 1634年にウィーンに移り、1637年に当地の宮廷オルガニストとなっている。そして同じ年、イタリアはローマに留学し、フレスコバルディの門下に入る。1641年にウィーンに戻ると、1657年までこの地に今日構えたが、その間、フェルディナント3世の外交官として各地を旅行し、ブリュッセル、ドレスデン、 アントウェルペン、ロンドン、パリなどを訪れている。フェルディナント三世の死後はアルザスに移り、1667年、エリクールに没した。このような人生をたどったフローベルガーはコスモポリタンであり、そして自らの作曲にもフランス語の題名や、フランス語風のフローベルグというサインを好んだ。英語版に作品リストがあります。フローベルガーの現存作品は、 大量の鍵盤楽器のための作品、数十のチェンバーロイを組曲と二つのモテットである。いくつかの生体捧ぐ巨のためのトッカータとモテットのみが宗教曲で多くは世俗曲である。フローベルガーの作品は現在主に次の三つの形で伝わっている。他の多くの写本にもフローベルガーの作品は取られており、その中でも防安写本や近年発見された。 ストラスブルグ写本に多く収められている。ストラスブルグ写本に伝承されている組曲の中には、フローベルガーの失われた自筆符に直接由来することを示唆する書き込みがある。おそらく、失われた第1巻、または第3巻に由来するものであると考えられる。さらに、2006年には、フローベルガー晩年ものと考えられる自筆符が発見され、 サザビーズにてオークションに出品された。この自筆句には、フェルディナント3世へのラメント、フローベルガー自身へのメメントモリを含む組曲第20番など、趣向不のみで伝承されてきた作品、また、未知の組曲、ファンタジアとカプリッチョなどが収められている。フローベルガーの作品の番号整理には、2つの方法が取られている。フローベルガーは、 しばしはバロック時代の組曲の創始者とみなされている。フローベルガーの作品によって、アルマンド、クーラント、サラバンド、ジーグの4つが組曲には欠かせない、構成部曲として確立されたとされるからである。ただし、ジーグの位置については議論もある。フローベルガーの実質譜では、ほぼ全ての場合において、ジーグは2曲目に置かれているが、後のバロック時代の作曲家の組曲では、 ジーグは終局に置くことが普通だからである。こういった組曲の形式は、フランスの流動音楽の影響が、色濃い。フローベルガーは、表題音楽を作曲したことでもよく知られ、これらの曲は組曲に多く含まれている。これらの作品はどれも、とても詩的なもので、個性的な題名を持ち、情感の豊かな曲風である。以下に例を挙げる。これらの作品には、 しばしば比喩的な作曲法が用いられている。リュート奏者、ブラクロシェの哀歌では、加工音階によって、ブラクロシェの命取りとなった階段からの転落を表現したり、フェルディナント3世への哀歌では、上昇音階によって、フェルディナントの焦点を表現している。また、フェルディナント3世への哀歌では、最後に単コイ音を3回鳴らす。ライン川を渡りながら作曲したアルマンドでは、 26のパッセージが記され、それぞれに説明が加えられている。フローベルガーのトッカータは、多くの作品で、自由で、即興的な部分と、模倣様式の対応で書かれた部分が、交互に繰り返される。他のほとんどの作品も、同じように、複数部分から構成されている。リチェル・カーレの多くも、模倣様式であり、風画的にいくつかの異なるテーマを順番に、 展開していく複数の部分からなっている。ファンタジアも多かれ少なかれイチェルカーレと似ているが、一つの部分からなっていたり、部分と部分の間の対比があまり劇的ではない。また、音歌の長い他から浮き立つ主題を用いることが多い。カプリッチョやカンツオーナはいくつかの風画部分を持つ場合が多い。いくつかのカンツオーナは変装カンツオーナで、一つのテーマを いくつかの部分にわたって展開していくという形式をとっている。半音階を用いることは、トッカータでも稀である。フローベルガーの作品は、生前にはほとんど出版されなかったが、写本としてヨーロッパ各地で広く授業されており、当代の最も有名な作曲家の一人であった。そしてフローベルガーは各地を旅し、またそれぞれの土地の様式に合わせた作曲法に、長けていたために、 他のヨハン・カスパール・ルケルル等のコスモポリタン作曲家と同様、ヨーロッパ各地の音楽伝統の交流に大きく貢献した。同時代の作曲家は皆、多かれ少なかれ、フローベルガーの影響を受けており、18世紀に入っても彼の作品は演奏されていた。彼の影響を受けた作曲家としては、ルイクプラン、ゲオルク・ベーム、ブクステフ・デやパフヘルベルを挙げることができる。 また現在ではより知名度の低いフランソワ・ロベルデや、ヨハン・カスパール・フェルディナント・フィッシャーにも、フローベルガーからの借用が認められる。ヨハン・ゼバスティアン・バッハもフローベルガーの影響を受けているが、その程度は大きくない。平均率クラビーヤ曲集の風画には、フローベルガーのリチェル・カーレ4番からモチーフを借用したものがあることが知られているが、これは、 フローベルガーの作品に直接寄ったのではなく、平均率クラビーや曲集作曲の20年ほど前に出版されたフィッシャーのアリアドネームジカから取ったのではないかとも言われている。ありがとうございます。